固まってるな okay、どうもボビー・アートレザーのボビーです、えー、ボビー・アートレザーのアトリエからですねライブでお届けしておりますね今日はすごくね遅い時間になってしまいましたけどもね、まあ、またこれアーカイブでねご覧いただければかなと思いますけどもねえー、決してサボってたわけではありませんえー、っとですねまあ,あ いろいろ今日はちょっと出かけてましてでまあ帰ってきたのが何かで今頃ですね。<laughs> で,で今日はまあ,あこれね、えー、作品のおーおー話ということでですね、えー、隠れアイテム名刺の VIP ルーム、まあ、名刺例ですよ。ねえー、それをですね、えー、こんな感じでね <laughs> あの名刺例。 えー、そうですねまああのパッと見たらですねボビー・アートレザーらしさっていうのはどこへいずこへ感じですけどねまああのー、まあ久しぶりに、えーね、制作したんですねでまあそれで、まあ、当時ですね、えー、もう10年ぐらい前かなもうそれぐらいになると思いますけどね当時 あのー、いろんなね、えー、業種の方とかと、まあ、当時はまあほらあの交流会みたいなのがよく開始されてたんかなそれでちょうどフェイスブックとかそういうのものみんながやり始めたぐらいで10年ぐらいちゃうかなまだそれぐらいだと思いますでその時に、えー、まあいろんな人が名刺交換をするわけですよでそこそこの,あの量を持ってるんですね、まあ、挨拶 がてらねまあ、あまあ自己紹介と他己紹介いうんですかいろんなこうね交流を紹介してもらったりとかしてそういうふうなんがよくあった時期なんですねでまあ僕もおなんかこう参加する機会がよなんか多かったんででその時に、えー、まあとある方からですね、まあ、名刺入れて川崎がやったらできるって言うから「であのーまあ、いいですよ」ということで。 でまあ、それでねいろいろなバリエーションをね、えー、作る機会があったんですね、まあ、一個ずつ全部違うんですねあの色から何からね仕様とかそんな中で、えー、まあ何て言うんですかね、えーまあ、そういう場所にいたらそういう需要があったんでしょうね、まあ、別に僕からなんか売り込んだわけでも何でもないんですけどだけどやっぱこう広がっていてね でまあ今こう10年ぐらい経つでしょ皆さんね活躍されている方ばっかりなんですねやっぱりすごい人なと思ってね、うん、なんかで賞をもらったりとかなんかあの絵を描いたりとかねその世界ではええー、っていうあ一目置かれるような感じの方とかね、うん、あやっぱりこう,もう手作りのもんでねやっぱこう 気持ちを込めたたものにはははややっっぱりりなななんんかか宿るんやろうとと思ったりとかあそは、ね、確証はないですよそれはだけど結果出してる人が多いなと思いながらねでまあ,あのこういうレザーアイテムをねかおちゃんとかみたいなレザーアイテムを作りながらですね、うんえー、そういうことをね一時期やってでやっぱりこうそういう円と円を人と人をつなぐっていうかやっぱりこうチャンスも何でもそうだけど 全てはやっぱり人を介してやってくるような気がしますんでやっぱりそ,のそれを要は名刺一枚でもねなんかこうなんかほらメディアじゃないですかちっちゃいねでそういう大事なもののね、えー、ビップルーブを作ろうということで,ですねその割とマチのある厚みのあるものをね、えー、作ってたわけですね。で、まあ、この間 えー、久しぶりにですね、えーまあ、うちの身内ですけどもおうちのせがれがですね、えーまあ、名刺を、あのー、自分の名刺をもらったからということでで、まああのー、何ですか、えーしあのー、社会人のお祝いも何も <laughs> できてなかったんでで、まああのー、急遽ね、えー、これを作ってい、ね、っ、まあ、あのー、今日もおでこれこれまたちょっと色違うんですけどこれも。あのー、 新社会人になる息子にですね <laughs> <laughs> まあ作ったんですね <laughs> ヤギ座生まれなんでまああの何ですかあやっぱベーシュのビップルームって名前をつけてるからですねシンプルですけどもまあこれ全部手縫いであれやってるんですかねもうあのレーザーを倍ぐらい使ってるのかなあの全部オリフせて接着して。 っってやってやるんですけどねだから、あのー、耐久性はまあいいでしょう。<laughs> でまあ,あいろんなこのねあれが10年そこら経ってるからあ僕も、ね、技術は <laughs> 多少上かってるような気がするし、うん、でまあ,あのこういう、まあ、社会に出てね、えー、パッとこう人と出会う時にですね、えー、なんかこう、まあ、僕が手掛けたものですね。<laughs> あの いつもも持ってもらってでまあ、あそこでいろんな人との出会いとか縁をねつながってもらえたらなと思いますしね、うん、でまあそんな感じでね至、えーまあ、ってシンプルですよこうパカッと開いて、えー、見たところですけどね、まあ、ポケットを後ろにね、えー、もうつけてますね、まあ、ち,ょっとちょっとしたものを入れるとかねカードとかあそういう,うなもんにねちょっとしたものを入れるスペースとしてね 仮置きででもいいでしょうお、まあね、使う側があそれは、えー、自分でね、えーまあ、編み出してもらえたらなと思いますしねで、まあ、う,ちうちがパーッと、ね、開けたら、まあ、こんな感じですふ、まあ、普段はです、ねえー、ボビー・アドレザーのこのロゴギターピックを模、ね、したロゴを入れてるんですけどもね、まあ、今回はちょっとマグネットのね えー、開閉式にしてほしいということですね。でまあ,あのこう上側と下側とねポケットつけて、えー、ネイビーとのヤギと黒の、えー、これは羊ですかね、うん、シープでね作りました。ね、でまあ,あのちょっとこうこう,おこうひっくり返すとあの何、ー、ですか まあ、あのちょっと仕切りとかも入れてね、えー、このマッチもあの名刺がたい100枚ぐらい多分入ると思いますあの普通にスーッとねスムーズに出し入れができるようには一応設計は <laughs> してます、まあ、まあそんな凝ったことはないですけどもまあ,あの重厚感は <laughs> 見,た見た目は意外に重,重厚感はあるんですね、うん、まあ手縫いで、えーまあ、ちょっとねえー、ん作り 作りにくいかな、うん、ちょっと見た目よりも実際制作はまあまあ難しいんですよこれ <laughs>、うん、まあそんな感じでね、えー、あの制作久しぶりにねさせてもらいましたねあの何ていうのかならしさって多分あると思うんですよねあのボビー・アートレザースタイルとからしさねひょっとしたらその見た目で言うたらねこういう,う ものというオーソドックスな形なんでね、えー、らしさはないかもしれませんね。だけども、やっぱりその思いとか作る思いとか、あそういうなんていうのかな、なんかこうあのラッキーアイテムをね届けるというか、そういう思いというかそういうなのはあ脈々と。 伝わっているようなそんな気がしてしますというか自分にねお売り上げをつけてますけど <laughs> まあそんな感じでね、えー、今日は名刺のビップルームというとねめ、まあ、名刺例ですね、まあ、チャンスをもうそうですし人との人と人との援語ですねこれからも大切にね、えー、いろんな人生のね、えー、大海原にですね、えー 旅にだって、えー、行くわけけですけどね、えー、そこでもいろんな人とつながってですね、えー、あのこう海原をね人生の波をですね乗り越えて、えー、突き進んでいってもらえたらなと思いますそういう思いで、えー、名刺入れはあ作ってますけどね、えー、もしねなんかあのそういうのがご要望があればね是非、えーえー、連絡いただければ幸いです。 でそんな感じで、まあ、今日は少し遅くなりましたけども作品のお話をさせていただきました。まあ明日はあ、まあ、趣味の話かな、うん。まあちょっと早めになるかもしれませんけどもまあ一応18時めどにね、えー、考えてますけどもね、えー、話す内容はですね、えー、まだちょっと未定です。ねえーまあ、趣味金曜日なんで、まあ、趣味の話でね、まああの えー、金土日にかけてはですね、えー、緩い感じでね、えー、配信させていただこうかなと思ってます。それではまたお付き合いください。ボビーでした。じゃあね。バーイ。